24年目の野瀬姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。私はこの YouTube でも個人鑑定でも上げ下げなく真実をお伝えするというスタンスをとっております。でも今日はもうこの恋をいい加減に諦めたいと、そういう方向けに今日は3択で動画を撮ろうと思っております。なのでこうカードを読むときにはこう今日はね、厳しめに上げ下げなくなんだけれども、こうより厳しめにこう諦める方向に行くようにって言えばいいのかな、そういう感じでね、今日はカードを読んでいきたいと思います。なのでもうこの恋を諦めたいと思う人のみ見ていただいた方がいいと思います。もちろんね、どういうカードが出るかわからないし、カードはね、今これシャッフルしてるんだけれども、再度シャッフルをしてね、お相手の気持ちとか、まあこれからの流れっていうのを展開していくので、私はそういう気持ちで今日は撮ろうと思っています。はい、選んでいただきたいのは3択です。1番の方、はい、こちら赤の皆様、はい、そして2番の方、こちらはブルーです。そして3番の方、はい、黄色。じゃあこの3択からね、もうこの辛い恋いい加減に諦めたいと、その人のことを思いながらかな、お選びいただければと思っております。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の皆様、はい、お待たせしております。この辛い恋の流れ、まずね、どうなっていくかということで、見てみますね。もうこの恋を諦めたいという方向けに今日は動画を撮っております。まずお二人の、過去、現在、未来見てみましょうか。過去、鳥というカード、現在フォックスがね、こうどなたかがいるのか、複雑な恋愛なのかっていう感じなのかな。それは辛いよね。さ、未来、ね、今諦める方向でいるんだけど、未来、ライダーですね。これも動けるっていう意味あるんですよね。なるほど。はい。ちょっとね、詳しく見ていきたいと思うので。はい。じゃあ、今からね、目をつぶります。あの人ね、諦めたい、あの人の気持ち。まず3枚目を閉じてます。あ、ちょっとカードが裏返ったね。はい、また再びシャッフル、失礼しました。はい、また目を閉じてシャッフル中です。諦めたい、あの人の気持ち。はい、じゃあね、これね、はい、3枚見ていきますね。さて、あ、全部リバースだね。コインの3のリバース、カップのキングのリバース、コインのエースのリバース、
これはね、やっぱりね、やっぱね、まあやっぱり複雑な恋愛だよね。うん、お相手に奥様がいるのかな。うん、これね、ちょっと厳しめに見させていただきます。このお相手様はね、もう優柔不断で、あなたを取るか奥さんを取るかとかできない人です。もうどっちにもいい顔したいし、よく言えば優しいんだけども優柔不断だから、いわゆるあなただけを選んでくれることはこの人はない。で、ね、こう気持ちなんだけれども、まあね、厳しめに呼ばせていただくんだけれども、やっぱりね、あなたとの未来はない。もうこう、あなたと一つになれることはない。もうやっぱそういうふうに思ってるんだよね。だからこう、気持ちが中途半端、状態も中途半端。でもだからといって、白黒つけれるような強さもないっていう形で、もうね、いつまで経っても多分ね、このダラダラの状態だと思う。うん。なんかこう、このお相手様ってこう、きちんと前を向けないんですよね。こうきちんと、このね、赤の皆様と関係を前向きにしていこうっていう、そのね、気持ちがね、ない。もう本当に、もうね、ちょっと、優柔不断ですね、本当に。だから、もういつまで経っても本当に良くて今の状態。もうそれはね、こんなこう、蛇の生殺し状態。いや、これはね、やっぱりね、辛いと思いますよ。いつまで待てばいいの。いつまでも待たないといけない。そして、なんかね、それを、このお相手様は変えようとしてないからね。それはね、やっぱりね、辛いと思う。なるほど。じゃあね、ちょっと、ね、お相手の本音ベースの気持ち、見ていきますね。そうね。なるほど。これがね、まあね、今ね、お相手様の本音ってことで見たんだけど、もうね、このお相手様から見て、やっぱね、一番大切なのってお子さんなんですよ。ね、一番の赤の皆様よりも、やっぱりね、一番大切なのはお子様。そして、まあ、ね、お互いやっぱり価値観違ったよね、と。で、僕は、ね、結婚してるし、妻もいるし、子供もいる。で、子供をやっぱり守っていきたい。で、まあね、赤の皆様、ね、君には、他にきっといい人がいるよねと。僕じゃなくて他にいい人がいるよねと。だから、他の君の運命の人を探してほしい。こういうね、気持ちが出てるので、まあ、やっぱりこう、本音ベースっていうと、やっぱりもう一番大切なのは、もうこのお相手様から見るとお子様ですね。まあ、奥さんとは出てない。でも、やっぱりこう、お子さんっていうのが、このお相手様から見ると、とてもとても大切な存在。本当にこう、ね、赤の皆様よりも大切な存在。じゃあ、諦めるための、ね、この恋を、諦めるためのアドバイス。もうね、この恋、なんかね、もうすぐもうあなた自身がいわゆるね、もういわゆるこの恋をやめてストップして、これも近いうちに。
あなたはね、もう次の段階に行けるんじゃないかなって思うんですよね。いわゆるアドバイス、この恋を諦めるためのアドバイス。いや、近々あなたはこの恋ストップできます、終わらせることができますというのが天使様からのメッセージだから、なんかね、今すぐ無理やり諦めようじゃなくて、もうあなたの中で、あ、そっかっていう感じで、もう腑に落ちる部分があるのかなって思うんですよね。あ、だから私はこの恋をやめるんだみたいな、やめれるんだ、諦めることができるんだというのが、本当に早ければこの 2,3 日のうち来るかもしれない。うん、やめれるというのは、うん、出てるから、うん、この恋諦めることできそうです。なぜならばこのお相手様はいつまでたっても、いわゆる今の状態しかもうしないんですよ、この人って。で、大切なのはあなただし、そしてこのお相手様って奥様にも優しいと思う、そして赤の皆様にも優しいと思う。本当の意味の優しさじゃない、中途半端ないい顔をしたい人なのかなっていう気がしました。うん、近いうちにあなたはこの恋を諦める、この恋を卒業できる、そういう気がします。あえてかなりきつめに読ませてはいただいたんですけれども、よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番のブルーの皆様、お待たせしております。今日はあえて厳しめに、もう諦めたい人向けということで厳しめにリーディングしてまいります。じゃあ、あの人との過去、現在、未来ということで見てみますね。ブルーの皆様とあの人、はい、過去にはクマのカード、現在はクモですね。なんかすごく不安定なね、状況みたいですね。そして未来、複雑な恋愛ですよね。会社絡みの人なのかな、ね、それでまあこうね、複雑な恋愛で深い関係になってっていう感じが見えるような気がする。ただあの、ね、今でも2人の関係すごく不安定なんだけど、ここに蛇が出てくるから、これあの厳しめに読まなくても、これ大事になる可能性あるかもしれないですね。うん、いわゆるね、奥さんがね、例えば乗り込んできたりとか、ま、あの何かの動きっていうのはあるのかもしれない。じゃあ今から目を閉じて、あの人の気持ち、ブルーの皆様への気持ち、まあね、これもちょっと厳しめに読んでいこうと思ってます。こちらも3枚カードを取っていきますね。なんかちょっと待って、裏返ったね。はい、はい、ちょっとまた目を閉じてます。なんか今日カードが落ちるね、2番の皆様ね。うん、はい、厳しめに読んでる、読むんだけど、うん、
じゃあね、あの人の気持ちということで、じゃあカード開きます。はい、ちょっとこれね、太陽のリバース、カップのナイトの正位置、力のリバース、はい、これですね。やっぱりね、太陽のリバース、こう、まあね、厳しめに読ませていただくと、やっぱりね、ブルーの皆様との将来はね、やっぱりね、考えてないですね。どっちかっていうと、こう本当にこう今みたいな、考えてるのは今だけみたいな、ちょっとこう自己中心的なお相手様という人柄も見える感じ。なんかね、こうすごいプライドが高くて、ね、まあ傲慢な部分もあるのかなという感じで、あなたの好きなところは、まあね、お相手様から見ると、まあズバリ外見とか、こうそういうこうルックス的な要素、なんかね、それが多いのかなっていう感じで、やっぱりね、このお相手様、自分ありきの人なんですよね。自分がいてブルーの皆様がいるみたいな。だからこう思いやりとか、こうあなたへのそのね、深い愛情、こう本当の意味の愛情、表向きの愛情じゃなくて、そういうものはやっぱりね、こうほとんど感じられないかなと。こう今が楽しいみたいな。そしてなんかね、例えば綺麗なあなたを連れて歩くのが嬉しいみたいな、そういう部分もあるのかなっていうことで、本気度はもうね、やっぱね、両方リバース本当に出てるしね、なんかね、本気度はやっぱりなかなかこう感じられないなっていう感じはします。で、今ね、特に雲が出てるから、本当ね、まあここでも太陽のリバースが出てるから、やっぱ日が陰ってるんですよね。で、お二人の今の状況も雲っていう感じなので、やっぱりね、もう不安とか、こう不安定さしかこう今こう出てきてない状態、今お二人の関係を見ても決して楽しいようには見えない。そしてお相手様っていうのも、やっぱね、先のことってこう考えれてない状態ですね。なんかね、このまま終わるのかもしれないなぐらいの、こう元気のなさというかね、なんかね、もうこのままなんかね、二人の関係が下火になっていくのかなみたいな、そういうものも見える感じがしますね。じゃあ、ちょっと待ってね、カード、はいはい、じゃあね、はい、あの人の気持ちをね、もう少し深い部分で見ていきたいと思います。まあちょっとね、厳しめに読むのもまあ辛いんですけれども、でもね、今日はね、ちょっと厳しめに、諦めたい人向けということで読んでます。まあ、あの人の本音ベース、ベリースーン、これがポロッと来たので、pay attention、レッドフラグですね。はい、これがね、まあ、お相手様の本音ベースなんだけど、そうね、まあ、やっぱりこう今のね、まあ、2人の関係が苦もが出てるから、もうなんていうのかな、先行き怪しいっていうか、こう、まあ、うまくいってないと思うんですよね。
で、うまくいってないからこそ、確かにこのお相手様はやっぱりね、あなたとこう話さなきゃね、そういう気持ちはある。でも、ちょっとね、もう厳しめに読ませていただくと、やっぱりね、まあ、このお相手様ってすごいこう慎重な人だから、まあ、抜け目のない部分もあるのかなと。そうね、厳しめ。でもまあちょっとこれをね、厳しめに読むってなかなか難しいんだけど、そうね、厳しめ。まあ何らかのね、弁解とか弁明はしたいんだろうとは思います。だからこう早くね、やっぱりこうあなたとこうきちんとこの話す場、それはね、やっぱね、持ちたいとは思ってると思うんですよ。これね、確かにね、ちょっとこれはね、厳しく読むの難しいね。もうこのお相手様はこう今話さないと多分もうこれ終わってしまうんじゃないかっていう部分も持ってらっしゃる。まあそれぐらいの危機感があるからね、一刻も早くっていう部分はあるんだけど、ちょっとこれね、もう一回言います、厳しく読むのは難しい。ただトータルでね、ただね、まあこれね、トータルで見るとやっぱりね、あのまあこのお相手様ね、あなたね、ブルーの皆様との恋、まあ自信をなくしてるし、やっぱね、自分中心に考えてる部分がある。ただね、今のこの不安定な状況をこのお相手様はやっぱりね、とてももう不安、危機感を抱いてるから、早く話さなきゃ、早く会わなきゃとは思ってる。でもね、あなたとのこの未来っていうのはね、やっぱね考えてないんだよね。そう、なんかね、これからのね、未来のことをしっかり考えてっていうよりは、やっぱりこう今っていう感じがする。そうでね、この関係をこのまま続けていくと、これね、ほんと奥様がね、出てくる可能性はね、すごくあると思う。じゃあこの恋を諦めるためにということで、これはね、アドバイスカードを引いていきたいと思います。この恋を諦めるために、これがストーンと落ちたので、この2枚を取らせていただきます。そうね、もうね、これはね、この恋を諦めるために、まずね、こうあなた自身がやっぱりね、こう自分ね、この恋をあなたに何をもたらしたのか、それをね、もう一度自分の心に問いかけてほしいと。で、そうするともうあなたはもうこの恋からいわゆる動くね、いわゆるアクションを起こす、次に行く、もうそれしかないよねっていう感じで、もうブルーの皆様がもう自分で知ってると思う。もうこの恋はこんなものだったみたいな、ちょっとね、厳しめに言っててごめんなさいね。でも、もうあなたは、もう次の、いわゆるもうこの恋から卒業して、もう次の段階に行くときですよと。もうこの人から飛び立とうと。そういうね、天使様からのメッセージを感じました。そしてね、やっぱりね、もう一回言うんですけど、未来で蛇が出てるからね、これね、本当にこのままの状態でいったら、この恋は本当に
大変なことになる可能性もある。だからもう飛び立つのは今、この恋を諦めるのは今、私はそのように思います。やっぱね、厳しめに読むってね、正直辛いんですけれども、諦める人向けということで今回はそのようにリーディングさせていただきました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ 3番の黄色の皆様、お待たせしております。今日はもうこの恋を諦めたい、やめたい、卒業したいということで、カードをね、私はもともと上げ下げなく伝えるんだけど、今日はもうかなり厳しめに読んでます。うん、じゃあまず黄色のもう本当に諦めたい人だけ見てほしいって感じ。はい、じゃあ今日はね、まず過去、現在、未来ということで見てみるね。はい、過去、まずね、無知というカードが出た。案外喧嘩多かったりしたのかな、このお相手様。なんかこう言葉がちょっときつかったり、暴力とかなければいいんだけどなって感じでちょっと気になってる。うん、まずこれが過去ね。はい、じゃあちょっとね、現在どうだろうね。はい、現在がタワー、そしてなんかもう喧嘩が日常茶飯事だったのかなって感じもしますね。こうお二人の関係、もしかしたらこう惰性というか、もうなんか、こう冷たい関係のような気もします。冷え切った夫婦みたいなね。さあ未来、冷え切った関係ではあるんだけど、お互いこう体だけを求めるというかね、ちょっとこうセフレ感っていうのはあるような気がしますね。なんかこうね、先の見えない恋という感じがする。じゃあ今から目を閉じて、あの人の気持ち、これをね見てみます。もう諦めたい恋、ちょっとね厳しめに リーディングするのも辛いんだけど、ちょっと今日はねそういう風にしてます。目を閉じてシャッフル中です。これかな。はい、はい、じゃあね、はい、あの人の気持ちということで見てみます。そうね、まあちょっとこれね厳しめで読みたいんだけど、運命のはソードの2、まあコインのナイトのリバース。そうね、まあこれ天体か、星ホロスコープで見ると、運命のはっていうのは木星という幸運の星を表すんですよね。で、それが出ているから、やっぱりこうこのお相手様から見ると、こう自分にとって金銭的なこととかも含めてメリットがある人と思っていて、でやっぱね、ソードの2
と、ね、コインのナイト、リバースが出てるから、やっぱりこうお二人の関係っていうのがこう平行線、すごくこうマンネリ感、なんかね刺激がなくマンネリ感、もしかすると、ね、お相手様っていうのはこう自分にとってのメリット、それが例えば金銭的なものだったり、あとはやっぱりこう、ね、誰もいないよりは誰かいた方がいいぐらいの気持ちももしかしたらあるかもしれない、まあ、かなりちょっと厳しめに読んでます。そういうのもあるのかもしれない。ただね、まあ、お二人の関係が、まあ、このね過去が無知でしょう。でタワーで魚だから、やっぱりこうやっぱね喧嘩はすごくね多いように見えるんですよね。昔から多くて、で今2人がこうもう本当にこう形だけの彼氏彼女とか、形だけの夫婦とか、こうそういう感じがするんですよ。なんかいわゆる感情が伴ってないような、でも、ね、今すぐ別れるとは出てないんだけど、でもこう本当につながりがお金だけとかね、本当にこう体の関係だけとか、こうそういう感じ、なんかこう本当にこうそのままだけ、そのまま悪い部分だけ継続して続いていくような、そんな感じで、このお相手様っていうのは、ね、自分にとってのメリットがある人でも、気持ちっていうのはもうほぼほぼ愛情とかではなく、なんかねこうやっぱりこう刺激がない人、マンネリ感のある人ということで、お相手様の気持ちで出てるような気がする。なんかね、自分にメリットがあるからこうそばにいるみたいな、こうそういうものをお相手様の気持ちとしては感じるかな。じゃあね、ちょっとこれ本音ベースであの人の気持ちを見ていきたいと思います。これもねポロンと落ちたので、あと1枚カードをね出していきたいと思います。はい、これもねポロンと落ちたね。わお。さて、これを厳しめに読まないといけないのって感じなんだけど、そうね、まあね、まずちょっとあえて厳しめに読ませてください。あのね、お二人の間が例えばねこう場所が変わればいいのかなとか、こうお二人の関係を根本から見直すとかじゃなくて、例えば本当にね旅行に行けばまたお二人の間に刺激戻るのかなとか、環境が変わればいいのかなとか、こうそういうふうに思っている、こうお相手様はこうお二人のこう本当の本質、問題の本質にこう向き合ってないのかなって気はするんですよね。で、まあこのね、まあロマンチックフィーリングスっていうカード出てるんだけれども、まあお相手様から見ると、もう厳しめに読むって難しいね。なんかね、本当にこう、いやーこれやっぱちょっと難しいね、厳しめに読むの。そうね。まあそのね、場所の移動とかをすればいいのかなっていう部分、あるのかもしれないんだけど、でもね、やっぱりそうね、黄色の皆様のこと、
思ってるんだろうね。いやもうそれしか言えないよね、厳しめに読めないんだもん。でね、そうね、厳しめ、これはちょっと読めないよね、これをどう厳しく読むみたいな感じで。諦めたい人向けね、そのね、もしね、この人が例えばね、あなたに対してね、黄色の皆様に対して暴言を吐くとか DV 暴力をするのであれば、やっぱりそれはね、絶対これは離れた方がいいと思うの。でどんなに優しくて、どんなに愛してくれていても、それはね、まあ、そのね、けっていうのかな、それはね、もしかしたら可能性あるのかなって気はする。これね、諦めたい人向けでね、今ね、カードを選んだんだけど、ただそのね、マンネリ感はね、感じてるかもしれないんだけど、でもやっぱこれ木星、やっぱりね、これね、やっぱね、マイナスに読むのね、すごい難しかったんだよね、本当に。いや、愛情ありますね、これはね。愛情、あるということで、ま、もしね、本当にあなたが、ね、黄色の皆様が、ね、このお相手様から去りたいと思うのであれば、やっぱね、今言ったここの部分かな。そのね、口論が例えばひどくなった時に暴言を吐くような人か、手を出すような人か、あとこうむちゃくちゃこう部屋が汚いとか、こうそういう、もう本当にこうあなたのその命というかね、心も含めて、あのね、心体を含めて、もしそういうところがあるのであれば、やっぱりそこはね、まあ、あの、治らないから、そういう人ってもうそこはどんなにね、この人が、ね、あなたのことをね、こんなに愛してくれていようが、それはね、やっぱりね、もう去るべきだと思う。で、このタワーなんだけど、そのね、隠されている物事がこの中で起こってるっていう意味もあるんですよね。だから、もし例えばあなたが本当に暴力を受けている、でも家の中のことだから外に見えない、ね、そういうことであれば、もうこの恋はやめるべきだと思う。そうだからね、これがあるかどうかだと思うんですよね。そう、そしてね、まあ、これね、恋を今回ね、やめるためのアドバイスということで、今日はね、このカードを引かせてもらっているんですね。そう、まあ、どういうカードが出るかな。ね、この恋をやめるためのアドバイス、ね、ポロンと落ちたのがこれなんだよね。やっぱりね、天使様、そのね、これ健康ね、そのこの、まあ、健康のカードが出てるでしょ。そのやっぱりあなたのこう心、体含めて、やっぱそう、私やっぱりね、今回のキーワードここだと思うんだよね。もしやっぱりここが例えばね、本当に少しでもね、傷つけられていたのであれば、やっぱりあなたはすぐにでもね、助けを求めるべきだと思うの。もう助けを求めるべきだと思う。なんかね、もしかするとそれぐらいちょっとね、緊急性があるのかもしれない。で、あのね、まあ、ちょっとこれね、気持ちだけで見るのはすごく難しいんだけど、そのね、ここでね、健康のカード出たでしょ。で、ここで、まあ、お二人のね、まあ、過去現在っていうところを見てると、やっぱりね、その私は黄色の皆様のやっぱね、体、心がすごく心配で、これが本当ね、全く問題がない人であれば、まあ、このね、3番の C の方っていうのは、黄色の皆様っていうのは、まあ、当てはまらないのかなっていう人もいるかもしれない。でも少しでも当てはまる人がいたら、やっぱりね、
すぐにでもあなたは助けを求めるべき、この人から離れるべきというカードが今回私は感じたかなと思いました。そのね、あの人の気持ちがどうとかじゃないんですよね。今回はいくらね、このお相手様があなたのことを思ってくれていようと、このこれがあるかどうか、もうこれがもう本当に黄色の皆様にとってのキーワード、暴力、言葉、ね、パワハラ、モラハラ、それがあるんだったら一刻も早く離れるべき、そういうふうに今回は感じました。そう、だからね、気持ちじゃないんだよね、気持ちじゃない。あの人の気持ちが大切じゃなくて、これがあるかどうか、それが今回この恋を諦めるかどうかの一つの目安にしていただければと思います。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。きつめに読むっていうのはかなり、私自身もしんどかったです。本当にふーって感じです。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。よかったら参考にしてみてください。